6番車の福本が前と車間を空け始めました。昨日同様後ろから5番の原田が動いてまいります。さあ6番車の福本が前から突っ張ってくるのかどうか、後ろから抑えにかかって5番の原田健太郎、残りは2周回。前で6番車の福本が突っ張っていって原田健太郎を出させません。2番手には3番の原田隆、そして短期の2人は吉田と須藤です。5番の原田健太郎が5番手元の位置に車を下げています。さあ原田健太郎は現在5番手、鐘が入って3コーナーから4コーナーに向かうところ、どのあたりから原田健太郎が巻き返してまいりますでしょうか。このあたりは落ち着いて6番の福本が踏んでいるんですが、さあここでやってまいりました5番の原田健太郎、気づいた福本も縦に踏んでくるんですが、ここは5番原田健太郎のスピードがいい。さああっさりと5番の原田健太郎が先頭に変わる。追走が1番の連物、3番手には7番の友澤、あとは後ろから自力でまくってきた4番の吉田のまくり、3番手2番手付近まで上がってまいりました。逃げていく5番の原田健太郎、番手先行が1番の連物、3番手には7番の友澤勇気で4コーナーを回ってくる。先頭原田健太郎、原田健太郎先頭で五輪2着、7番の友坂が突っ込んでいるか。